わー、うん、眠たい。今日は久しぶりに朝活スケートセッションをしたいと思います。今回行こうと思ってるパークがあるんですけど、そこだいたい15とか20キロぐらい離れてるんで、自転車で向かいたいと思います。多分1時間ぐらいはかかるんじゃないかなって思ってます。まあ外はまだ暗いんですけど、 Let's go。 はい、ちょっと動画の途中で申し訳ないんですけど、報告があります。今回、スケーターをマネジメントして、プロデュースしていく事務所を作りました。名前はライトピアっていう名前にしました。乗るとかっていう意味を持つライドと世界とか、まあ楽園っていう意味のトピアを合わせてライトピアっていう名前にしました。で、サービスの一環で、毎月その所属しているスケーターによる個人レッスンを行うことにしました。で、今は毎月数名限定の個人レッスンなんですけれど、来月から開催するので、もしよければサイトからチェックして申し込んでみてください。今回これを作った理由は、今後スケーターがスケボーで生活できるような仕組みとか環境を作るための手助けになると思ったからです。では本編にどうぞ。外めちゃくちゃ寒そう。バナナバナナ。今10キロ弱ぐらい超えたんで、朝ごはん休憩します。セブンイレブンで。朝ごはん食べたんで、また向かいます。ちょっとやばいことに気づいてしまいました。もともと野川スケートパークってとこに行こうと思ったんですけど、よく考えたらオープン午後の1時でした。で、それまでめちゃくちゃ時間あるんで、オープンまでは、適当にいろんな公園回ってスポット見つけてスケボーしていきたいと思います。ではレッツゴー。今日なんか寒いと思ったら見て、表面凍ってる。本当に凍ってるか試してみます。うわっ、ぶね。全然いいスポットとかではないんですけど、軽くここで滑ります。終わりです。ちょっとレッジスポット見つけたんで、ワントリックします。はい、次のスポットを探すためチャリをまた漕いでます。はい、次はこのちょっと有名なレッジスポットに来ました。また軽く滑っていきます。
も増えてきたんで、あんま滑れなかったんですけど、移動します。では次のスポットにレッツゴー。はい、なんか普通にねスケボーできそうな場所見つけたんで軽く滑っていきます。結構路面悪くて意外とできる技がなかったです。今時間が12時ぐらいでパークが開くまであと1時間ぐらいあるんで、適当にこの後一人でカフェ行って時間を潰してパークに行きたいと思います。ではカフェにレッツゴー。カフェの場所がすごいなんか裏道にあるっぽいんで今頑張って探してます。見つけました。完全になんか住宅地にある感じですね。店内すごいおしゃれで、コーヒーもめちゃくちゃ美味しかったです。気分はハッピーって感じなんで、パークに行きます。よく質問でどうやったら上手くなりますかとか、どうやったら仲間作れますかみたいな質問が来るんですけど、この質問に対しての答えはいつもスケートパークに行くと言っています。でもまあ周りにスケートパークがなかったり、周りにスケボーしている友達がいなかった場合、一人でも上手くなりますかみたいな質問をこの前受けました。でこの答えはもちろん一人でも上達はします。でもそれにはすごい精神力と、あとまあ上達の限界もあるかなって思ってます。僕中学校の頃ずっと一人でスケボーしてて、キックリップとかも2年かかったりしてすごい時間かかったんですけど、高校から友達と一緒に滑り始めたんですね。周りにスケボー始める人が増えて、でそうすると一気に上達したんで、やっぱり僕の感覚的にはやっぱ仲間と滑った方が上達スピード速いかなって思ってます。やっぱり高め合ったり教えたりできるっていうのがすごいメリットかなって思います。でもやっぱり一人で練習するとこにいいとこもあって、なんか一個の技を集中的に練習するとかいう場合、僕は結構一人でやった方が上達する気がします。やっぱ仲間と滑った方がなんか自分なら思いつかない技が出てきたり、インスピレーションになってなんか上達したりするんで、新しい技とかスケボー その可能性を広げるっていう面では絶対に仲間と滑った方がいいんですけど、そこでなんか得たヒントをもとに例えば1個の技を練習したいとなった場合、結構1人で練習することが
僕は多いです。わざわざ練習するといっても、これノウハウが分かっている場合で、例えばノウハウがない場合、一人でキックリップやっても打ってやればいいか分かんないので、やっぱ上手い人とか教えてもらう必要があって、乗ってからメイク率を上げるために一人で練習するみたいなのがいいかなって思います。なので一人の練習に向いてるのは、新技を覚えてそのメイク率を上げる段階の時とか、結構僕は一人で滑ります。まあ、結果的にはバランスかなって思います。仲間みんなとワイワイ楽しく滑りながら、こうインスピレーションもらったりして、でその仲間からもらったインスピレーションとか新技のメイク率を上げるために、結構僕は一人で練習したりします。一人で朝起きて自転車乗ってスポット行って滑るっていう動画でした。あとまあ絶対いるのは、スケボーを続けていればいつかは仲間に出会えるっていうのは確かだと思います。あと滑る仲間を探している人は、やっぱその仲間を探すっていう努力は必要かなって思います。なんか今回動画めっちゃ久しぶりに全部一人で撮影した気がします。はい、って感じで、もしよかったら高評価コメントと登録お願いします。で、僕オンラインサロンもやってるので、もしオンラインサロンよかったらチェックしてみてください。オンラインサロンのページだけでも読んでもらえると嬉しいです。ではまた来週会いましょう。 See you.